反応あるか。なんかあるんださっきから。重たいのが来て。来た。来た。なんかグイグイ来てるの。来た。顔を出した。つれ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 ついてきた。よし。でかいぞこれ。嘘。マジ。やるかお前。取っとるかじゃん。はい。取っとるか。ああ。やるぞ。やめろ。ポリスボンバス、ブラックバス、お前釣り方わかるか。任しとけ。任しとけ。行くぞ。来たか。でかいの結構入ってる。静かに静かにしろ。結構ネストがね、あのこの時期ネストの煽るな。おるおるおるネストおる。あのでかいの結構入ってるから。ストウチや。やったる。やったる。頼むぞ。ね、あのネスト系の魚が今入ってる感じしますんで、まあこれでちょっと軽く探っていこうか、うん、ちょっと プリの魚取ろうぜ。うん、ちょっとプリ取ろう、うん、まあそれリーダー組まないかんな。プリの魚っていうのは3月10日ですけど、結構ねいたら結構食ってくるんですよ。そこに沈めて芋を投げ出てます。あんま近寄るとプレッシャー入るんで、結構離れた距離からね攻めるとねでかいの結構出ることあるんでね、まあ、あんまちっちゃいのつっても意味ねえんで、まあランカークラス50から60狙ってやっていこうかなと思ってるな。どうなるよ、仕掛けてやる。まだちょっとリーダー組んでる。リーダー組んでる。でかいの狙う、でかいの狙うか。もうスナックレス猫。この時期ね、結構でかい個体が、ああいう流れ込み、今あそこ、用水路になってんだけど、あそこは水が流れてるんで、結構ああいうとこの前、餌が豊富。ああいうところで結構産卵前のでかいブラックバスがね荒食いすることがある。ちなみにプリスボンチのはプリプリの卵をねボーンと産むっていう、プリがスボーンっていうことだな。子供が誕生するってことだ。生き物とか生物が子孫を残すためにね必死で生きてんだよいつも。滋賀県の琵琶湖、ブラックバスの聖地はね、でっかいのがいる。釣れてるか。プリプリのプリスボンや。ん？プリプリのな、プリスボン。おるか。おらん。一匹もらんで。ちなみにお前何狙ってるの？ワッキーワーム。ワッキーワーム？ワッキーワーム。マイブロか、ミブロか。ワッキーワーム。これ釣れるでな。釣れる。ちょっとここ今入ってねえな今。入ってない。おらんおらん。移動するか。見たけどおらん。おらんなここ。魚なんかおらんわ。行こう行こう。ああいうとこ結構攻めるな。ネスト張ってることあるんでね。今わざと対岸に乗せて警戒心を取って。ドリフトさせてね。ああ。分かるドリフト。流れにドリフトさすわけ。ルアーを。うん。ルアーをさ、ドリフトさすと、うん、流れからこうバスがバグっとな。うん。降ってくるわけよ。ドリフトしてるわこれ。ドリフトって知ってる？知らん。俺も知らないけど。お前バカか。おい。
お前アホか、お前アホか。この時期はね、こういうウォーターランドのとか結構こういうのが結構強いね。あと何と言ってもオオサンショウウオだろ。オオサンショウウオだと思うよ。ああ、これさえ投げてけば間違いないから。オオサンショウウオで攻めよう。この木見て。ねえ、これね。100歳超えとるよ、これ。先輩だぞ、この木、俺より。でっかい。30メーターぐらいある。高さが。この木の前あたり。利害罰はね、回遊することあるから。あれ、なんかおるな。なんかあるな、あれ。あの辺ちょっと、なんかおるな、あれ。投げてみるわ。お、おるぞ、おい。あそこ。おい。あそこ、波がバーって取れた。でかいの今おったって。マジか。早く投げろ。早く。急げ、急げ。濃いだな、これ濁いじゃなくて普通の濃いっぽいな。白いの何、何が、何、白いの何、これか貝だろう。なんだこれ、貝じゃねえか、卵だ、卵これ、なんだろ、卵だろこれ。バスの卵か、これプリスボーンか。こんなでかくないバスは。違う、これ何や、これ白いのがいっぱいあるぞ。なんだろう、卵だ、なんか卵だ、大豆だこれ。大豆じゃねえかこれ。なんでこんなとこに大豆が、大豆が産卵したのか。卵じゃねえよこれ。なんだこれ、なんでこんな大豆がいっぱいあるの。大豆が産卵だよ。鯉の餌かな。朝一から全然反応ないな。ああ、まだ今7時前だけど。7時過ぎか。残ったら入り食になるんじゃないのか、琵琶湖。話が違うやないか、お前。本当やな。あのプリスボーンの魚ってやっぱりさ、荒食いの時期だから、ちょっとポイントが悪いんで移動しよう。悪い。なあ。行こう。おい、あれ見てみ、あれ。あの木。あの木見てみろ、真っ二つに折れとるだろ。おお、去年の雷や、台風の雷来たんか、ここ。台風だよ、台風か。真っ二つに折れとる、あれ木が。ここ全部来たんじゃないか、これ、ここ台風だよ、お前。全部ここに。ああ、おい、やばいだろ。やべえな、これ木が折れてんだよ、お前。あそこやべえぞ、これ。おい、やべえよ、やべえよ、やべえ。行こう、危ない、行こう、早く行こう。まあ、これ、なんだこれ。猫リグだよ。スナックレス猫。スナックレス猫。本当にスナックレス猫なんだ。スナックレスの意味わかんない。うん、猫リグだよ。いいね、ちゃんちゃんちゃん、いいね。プリ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 スボーン。なんだあれ、あの白いの、なんだあれ。琵琶湖オナマズ、琵琶湖オナマズがおる。やべえ、これ琵琶湖オナマズの死体だろ。これ産卵したのかな、琵琶湖オナマズが。めちゃめちゃでかいよ。うわうわ、
牙すげえ。これ1メーターあるぞ。これめちゃめちゃでかい。いや、これはめちゃめちゃ重い。何キロあるんだこれ。7キロとか8キロあるんだね。これ10キロあるかも。めちゃめちゃ牙がいて、こんなに噛まれたら指切断だぞ。あれ、この木琵琶湖なんですよ。琵琶湖、琵琶湖なんです。めちゃめちゃ臭い。腐っとる。何これ。琵琶湖なんですだよ。うわすげえこれ。ちょっと近寄ってくれ。うわちょっと、すげえなこれ。今手触って手がめちゃくちゃ臭い。いや臭いだろ。臭っとる。この距離でもう臭い。どうしたこいつ。死んだのか。今そこ寄ったから引っこ抜いてきたんだよ。1メーターあるぞこれ。20、40、60、80。1メーターあるよこれ。1メーターの。これか昨日の地震の。地震あっただろう昨日。これ琵琶湖のやつだよ。こいつだ地震。気持ち悪い。これやばい。うわくっせくっせ。気持ち悪い。気持ち悪いよこいつ。マンちゃん。気持ち悪いよもう。マンちゃん。これは。やばいよ。どうした。ポケモンが裏っ子。投げろ。はい。ポケモンが裏っ子。やる。やるよ。大自然の琵琶湖ナマズ。いっぱいいるよ。あのある？ない。ないか。メジャーも乗せた方がいい。でもやっぱエレキでないとダメだな。エレキでないと、エレキで釣れないんだよバスは。エレキなの。うん、エレキ線。こういうの乗らんのも釣れないんだよ。そうかだからブラックホーク、おー、いいこれ乗ったら簡単なんだよ。いい、船乗ったら釣れちゃう。釣れなくなったらね、エレキ線。結構あそこの岬の先に結構でかいネスト入っとるの今。ここ、うん、あの先、まあちょっとポイント言ったらまずいけど、まあ言うわ。おネスト入っとる。入っとるか。入っとるネスト。した。今入っとんだろ。釣れるな。釣れるな。完全に釣れるよ。すごいやろ。クリアウォーターだろ。おめえな、目で見るんだよ。サイトで釣らなきゃお前釣れねえぞこの子は。ちょっとやるか。芋でやってってます。何投げとる？オオサンショウウオ。え？オオサンショウウオ。オオサンショウウオ投げとる。うん。これ芋。いや、オオサンショウウオの方がやっぱアピール力あるからいいと思うよ。マジで。うん。遠くから見る。オオサンショウウオに変えようかな。結構遠くから、あ、餌だとか思って。うん。分かる。オオサンショウウオ使った方がいい俺も。うん。芋はまあピンポイントでいけばいいけど、アピール力ちょっと弱いから。本当か。ちょっとオオサンショウウオに変えようかな。特にこの時期3月はな、3月10日過ぎっていうのはオオサンショウウオの時期だもんな。時期だよ。オオサンショウウオも産卵時期だから。そうやな。オオサンショウウオ自体がプリスボーンになるから。うん、本当か。うん、さっきの琵琶湖ナスも産卵しとったな、あれ。うん、産卵しとったな。やばかったな、あれ。今な、うん、水深 7.5m。7.5m。深いとこ。深いね。うん、水がクリアだから、うん、これ、ね、結構魚も餌見つけるよね、すぐに。綺麗だから。そうやな。オオサンショウウオ見たらこれ即じゃない、これ即。即来るか。うん、即尺だよ。即尺パクッと。うん、
ハブっていくよ、ハブっと。速尺。やっぱり速尺がいいよ。オオサンショウウオやっとる？うん、オオサンショウウオで速尺が一番いいよ。こうさーっと尺ってかんとな、うん、早く。来るときでかいやん、6ホールでな、ここ。はあ、速尺、速尺オプションで3000やからな。うん、知っとるかも。知っとるかも。よくわかんない。3000なんで。ついてきた。よし。でかいぞこれ。嘘。マジ。おい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 、ちょっと釣れよお前。オオサンショウウオか。オオサンショウウオか。よし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 、やれやれ。あ、バレた。今バレたか、オオサンショウウオ。なんだ今の、でかかったな今の。プリだろ、プリのメスだろ今の。プリ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 、プリのメスだろ今の。やっぱりお前惜しかったな今の。やばいな、来るぞ。もうちょっとネバラおるぞ、おるぞ。どうした、巻物か。何やってんの。クランクベイト。お前の最高のキャストを見せてくれ。お前のキャスティング技術。どうした、お前のキャスティング技術を見せろ。なかなかお前キャストのセンスあるな。あるよ、キャストの先生だ。どういう、何巻いてんや、どういうスピードで。おお、いいクランクだな。ディープなところ、これディープなところをサブってくれ、やって投げてくれ。ディープクランクか、ザリガニか、ちょっと投げてくれ、投げてくれ、うん、投げてくれ。サミングか今のか、サミニング、お前のサミニング何やサミニングって、俺初めて聞いたぞいいやろ俺のカルカットコンクエスト。いいなこれ、イリイルなんだよお前。いいなこれ、かっこいいわ。お前の帽子もかっこいいな。ハイネケンライトってなんだそれ。かっこいい帽子かぶっとんのお前、うん、アメリカにこれテニス見に行った時な。おお、買ったんだ。アメリカ行ったことあるのか。全米オープン行ったの。土産、お土産。本当か。ねえねえねえ、ちんちゃん、まんちゃん呼んできて。魚おらんなちょっと沖に出とるかな。あ、沖行くか。沖行こう沖だ。すいません、もしかして菊池さんですか。何や、僕と付き合ってくれませんか。いや、付き合ってまあいいや。サインくれませんか。サインだけ。いやよ。あ、わかりました。じゃあ握手だけで。入れよ。入れ。おい。
邪魔やお前帰れ。邪魔帰れ。すいませんでした。何あれ、カメリン来たらしいで。カメリン、カメリン、カメリン、カメリンやばいな。なあカメリンどう今日どうですか。どう調子は。あもうバリバリ元気です。バリバリ元気、毎日元気だけど今日もバリバリ元気。あ本当、普段何やってるの。何やってる人なの。普段は、うん、まあ普通に家でダラダラしてる人です。あ本当。でちょっとまあ、うん、女優の、女優になりたい方を目指してみたりとかして女優で食っていける、女優でいけるかなと思ったりして、まあやってますんでよろしくお願いします。キクリーン、ヤッホー。トシワトシワ、一緒にやってくださいよ。サインでも何でもいいよ。お願いします。お願いします。あーもうどうしよう。石丸どこ行ったんやあいつ。どう、あこんばんは。うちの新入社員。あ新入社員、新入社員、新入社員、うん、モデルの、うん、カメリン、モデルのカオリン、あカメリン、カメリンちゃん、うん、カメリン面白いな。おありがとうございます。カメリン YouTuber やっていく。やっていきます。マジで、うん、頑張ろうかなって。天下取る、天下取ろうかなって。ピーさんを超えようかなえなんてピーさんを超えようかなと。ピーさん今一番人気の誰それ要するにな、日本ナンバーワン YouTuber になる。そうですね、カメリンがなりますね本当に、ね、なんか前もそんなやついたよね。何が、私は YouTuber、 ナンバーワン YouTuber になるって。うちのチャンネル出てくる人って大体トップを取るとかな、でかい口叩くんだけど大体聞いてくんだよ。今回は消えないで、カメリンはやってくれると思う。あそう、カメリンならやれると思ってる。今回前にもいたなと思ってて多いんだよ、うちのチャンネル多いんだよ私は今後釣りのトップを取るとか何度か言ってそのまま消えていく、多いんだよ。だからカメリンは別格。どこ行きましたかとか。うん、カメリンはやってくれると思うんだよ。消えません。私は消えません。消えないよね。私は消えません。頑張ってね。結構才能感じるでしょカメリン。うん。変わってるやろ。変わってるね。いや結構いい子だから。はい。うん。ネア真面目な。ネア真面目で女優になりたいっていう。天下統一をね。天下統一。そうだ。織田信長ですね。今で言う。あ、歴史が好きなの？あ、好きだけど。うん、好きだけど、ちょっとまああんまりわかんない感じ。あ、本当。あ、入りたい、入りたい、入りたい。いいよ、絡んでいいよ、3人で。これフリートークだから。いや、もっともっと入って。あなた。何何何。あなた、私の菊池さんに何言ってるのよ。気持ち悪い。違います。私大ファンなんです。私の、私こそ大ファンですよ。いやいや、すごい大ファンなんです。3文芝居ちゃったあなた最近現れただけでしょ。違いますよ、私は前から見てました、キクリンを。本当に、ええ、あなたチャンネル名とか知ってるの。ちゃんと知らないでしょ。知ってますよ。なんだいや、カメリンどうですか。おい、さっきのバカ二人何やあれ。呼ぶなよ、あんなやつ。トゲ気持ち悪い。気分悪いよ、俺は、ほんと気分悪いんよ。気持ち悪い、ほんと足りないんだよ。これ質問するぞ、するぞ。うわ、濡れる濡れる。雨降ってきてる。ちょっと小雨降ってきたな。小雨混じってきた。雨降ってきたぞ。雨降ってきたな。これからや、これからや。これからか。雨降ってきて、これからや。オオサンショウウオをね、そこずる引きでデカバスの上をね、オオサンショウウオがこう自然に通った時にバガー出るよな、出るよな。なんてオオサンショウウオそこずる引きやってんのよ。お、出るよ出るよ。おデカバスの上を通った時にオオサンショウウオやってる。水深ここね 5.5 メーターぐらいあるんで、6メーターか、うん、この辺のラインね、 3.5 から 5.5 この辺の底デカバスを
前をね、オオサンショウウオが通れば一撃で食うはずなんで、ちょっと粘ってくよ。雨が降ろうが槍が降ろうがの、やるの、やろうやろう。クリスボーン、映画だからな、過酷なんだよ映画っていうのはな。雨が降ってきて気持ちが悪いけど、雨が降った時にスリッパ裸足っていうのはどうかと思う。お前何投げてんの？クランクベイト。赤の、うん、アピール力抜群。追い食いしてくるかもな。追い食いプリのバスが反射食いするよ。なあ、ちょっとお前つらな帰れんね。もう車で帰れんぞ。もう1時だけど、ここ4時半までしかできんけど、やるしかないぞ。釣れるまでやるぞ。はい、散々攻めてるんですけど、オオサンショウウオで至るポイント、あらゆるポイントを攻め倒してるんだけど、全く無反応すぎて、小雨が降ってちょっと体が冷えて厳しい状況だけど、諦めずにね、丹念に狙っていくっていうスタイルで、どっかにはいるか、出会える、やれるよね。なあ、やれるよね。もうやれないかもしれない。え、もうやれないかもしれない。弱音吐いてきた。もうちょっと無理かもしれん。もう厳しい。厳しいね。ちょっと偉いな。偉いぞこれは。偉いぞこれは。あ、ちょっとなんか。お前俺釣れたかと思ったわ。びっくりした。偉いぞ。渋いな。これはしんどいぞ。ちょっと今日は偉いぞこれ。なあ、反応ないもんな。どうした？チャターに変えようかな。チャター持ってきたんだ俺。チャターだけな。チャターベイトか。チャターベイトいっぱい持ってるから。プリに効くのそれ？知らない。にわかすぎて。チャター持ってきたんか、家から持ってきた。やったれやったれお前、チャターで。チャターでやってみた。自分はね、オオサンショウウオ1本でね、ちっこく攻めてます。自分は結構ね、これって決めたらそれやり通す方なんで、今日は絶対これ、オオサンショウウオに絞る。絶対釣れるから、いれば。まだ魚と出会えてない。悔しいね、バイトがないっていうのは。結構ね、あの壁際についてることあるの。ああいうとこ、わかる？おー、ええとこで。あのオレンジのスナックレス猫。スナックレス猫、ああいう壁際にでかいのがね、この時期産卵でついてる。ついてるかな。釣れてることある。結構釣れたらでかいよ。釣れたな。釣れたらかなりサイズ出る。ガツンとくるな。ガツンとくる。チャターか。何でしょうか、ね。釣れた時でかいんで、こういう時。オオサン勝負で一本勝負。ガツン来てくれるといいんだけどね。何やる。ラバジ。ラバジのブルーフラットだ。おお、行ってくれ。黒豆か。黒豆じゃないけど。黒豆ヘッド。自前のやつ。おお、いい動きしとるよ。おお、いいね、いいね。これクリアウォーターに良さそうでしょ。おお、やってくれ、やってくれ、早く投げろ、投げろ、投げろ。はよ、はよ投げろ。俺は食うんだ、俺は。おお、はよ投げろ、はよ。おるかどうかなんだよ。早く。おるかどうかの勝負なんだよ。おお。やるぞ。いけ。やるぞ。おお。この辺4メーター、4メーから6メーター、7メーターおるぞ。結構壁際にでかいのついてることあるやん。お、壁際つくよな、結構俺ら。だいたい釣れとんだけどな。お、だいぶ渋いけど。まあ、渋いけど、まあその時にあげるのが俺らじゃん。そうやるな。まあ俺らやっぱやるわな。やるじゃん。うん、今までできなかったことないだろ。ないわな。釣りで、だって俺らさ、長年釣りしてるけど、うん、バス釣り勝負負けたことないかな、俺ら。俺らないよな。ない。一回も。ないよ。バス釣りの対決で負けたことないよな。ない。一度も。大体ね、うん、昨日のキープキャスト。うん。あれ、来てるやつ。うん。バカ。お前やめろ。映画と言いながらやめろ、お前。そんなことないぞ、俺はそんなこと言ってないぞ。俺は自己保身するぞ。
キープキャストに来てからもうすごい素晴らしい人ばっかり。それ言いたかっただけ。それを言いたかっただけか。お前敵を作るなあれ、うん。皆さん素晴らしい人ばっかりでしたよ。素晴らしい人ばっかりだよ本当に。うん。ちょっと行ってみたいんだなんか。あ、今のあれだ。なるほどな。なんかこう一石を投じたいみたいな。一石を投じたい。ああ。いいよ。なんかあの烏合の衆みたいな感じの。あ、おかも。いやだけどあれバッツリ本気でやってる人はやっぱリスペクトできるよな。すごいよバッツリ。だから口だけでさ、その釣り YouTuber 語ってほしくないじゃん。口だけの。口ばっかはダメだね。ガチでやってもらわないと。やっぱガチでやってたらリスペクトできるやん。俺らも。ガチだな。俺らぐらいガチでやっとったら本当。朝から晩までやり続けてな。だけどさ、俺らさ、バッツリのな勝負で負けたことないよまだ。負けたことないな。一度も。一回もねえわ。俺も一回もないわ。俺一回もねえわ。おお。はいな、ああ、ただその口でさ、俺らも脳ガキグーグー言うの嫌やん。一番脳ガキがね、一番嫌いなの。脳ガキであの実力もねえくせに、あの口だけでああだこうだ言うの嫌うとこあるやん。結果で示せってな。ああ、結果で、結果です。やったな、俺ら負けんわな。俺らは、うん、ポンポンと、うん、大体50なんかな、うん、去年年間 何本あげたんだっけ。分かんないよ、200本ぐらいあげてんじゃないか。俺300だったっけ。ああ、まあ今年は釣っとるからな。まだ50本ぐらいだっけ。四国のリザーバーのあれでもでかいのバラしてね、いっぱい60超えとるの。もう60を数十本、あのリザーバー数十本バラして、あれはでかかったなあれ。釣ろうか。おう、反応あるか。なんかあるんだ、さっきから重たいのが来て。来た来た、なんかグイグイ来てるのか。来た、顔を刺した。いっぱい釣れ釣れ釣れ。来た、ゴールしました。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 よっしゃ、ちょっとまあ上げるの早いぞ。もうちょい粘らな。もうちょい粘らねえ。お前すぐそこにおった。木か。反応ないな。釣らな帰れんぞ。寝がかりか。寝がかりばっかりだ。釣れへんわ。悲しそうな表情。え？釣れへんのや。おらんなバスここに。寝がかりばっかりやもん。おらんなバスが。おらんわ。おらんし。何やこれもう。疲れた。ヘボいわお前。ヘボいマジで。お前ヘボいわ。どうして釣れんのんやろうな。ヘボいんじゃねえか。ああもう。まんちゃん。まんちゃん。会いたいよ。まんちゃん。ワンちゃんに会いたいよ。ヒューちゃん、ヒューちゃん、どこ行ってもうたんや。ほんまヒューちゃんは、ヒューちゃんに会いたいわ。俺はヒューちゃんに会うためにここまでやってきたんや。ヒューちゃん、ヒューちゃんに会わせてくれや。あーくそー、ヒューちゃんに会いたい。ヒューちゃん、あー、危ない、危ない。顔面どう。危ない。お前ちょっと待って。大丈夫か。どうなった今。いや、お前が俺に引っ掛けたんだ。あ、そうか。俺の顔面にお前チャッターが当たったけど、よかったな。俺こう持っとったんだ。いや、今顔面にボコが当たった。大丈夫。
ねえ、なあ、はめさせてや、もうはめさせて、おっきいよ、もうはめさせて、はめたいんや、はめたいんよ、もうおっきいよ、はめさせてよ。あそこに結構でかい岩があるでしょ。あの結構岩のね、こっちがねえぐれてるの。結構あそこのえぐれた先で50結構釣ってるんで、自分あそこいるかな、今回ちょっとあの辺攻めてみよう。結構もうちょっとね、もう時間がもうそろそろ夕方になりつつあるんだけど、やるしかないもんな。あそこのえぐれんとこにね結構でかいのついてる、オレンジになってるでしょ。その下のとこ結構今出てるね、魚が。魚結構ついてるね。取るか、一発。もうそろそろ。もうそろそろ取るか。でかいの。ほらほら来た来た、リーチを見た。ほらこでかい、おるおる、ここおる、でかいのおる。ついとるついとる、ほら。これこれ、でかいの今おる、そこにおる。そこ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 。その辺攻めろ。おるおる、でかいのが。でっかいのがおる。投げる投げる。でかい、おるぞ、魚影反応が。でかいのついとる、やっぱり。岩についとるわ、岩に。このラインについとる、でかいのいっぱいおる。結構厳しいね。水兵器出そうか。だねや。それも残り少ないから、お前、根がかりさせるのよ、お前。あ、そうなの、これ。いや、使ってもいいけど、根がかりさせるんだよ、それ。サムルアーズのなんかサムバイブだよ。寝掛かりすんなよこの辺。まあ、いや、もう1個だけいいよ、もうボンボン使っちゃおうかボンボン、まあな、残り少ないんだ。もういいや、使えるやつや。寝掛かりさせんようにしてくれよ。寝掛かりはまあ分かんないけどなおっか、お前。まあ使わんとな。あ、これは使われるためにどうどう編集お前。えらいわ。しんどい。もうえらいわ俺。何？えらい。えらいんよもう。えらいぜ高橋。ああもう。もうそろそろ釣らせて。釣らせて、クリちゃん、クリちゃん、マンちゃん、でっかいの、でっかいのあげるけん、俺に釣らせて、クリちゃん、マンちゃん。はめてよ、おっきいのはめてよ、もうはめてよ、おっきいのはめてよ。はめてほしいねん。わいもはめてほしいねん。おい、何言ってんの。何、あそこ向けて、 あそこ見て、猿が歩いとるぞ。電柱の上。そうそうそう、あれ猿が、あれモスザルじゃねえか。あれ猿が電柱っていうか、なんかモスザルや。あれ何、あれメス探してる。メス、ジャンプ、メス探しとんな。すごいなあれ。
ツだから、ね、ボスザルだった。帰るかもう。雨降ってきたぞ。新幹線間に合うかお前。もう偉い。新幹線間に合うくなるぞお前。帰るぞ。残念だな。坊主。まあ映画プリスボーンって言ったら釣っちゃいけないんだよ。プリスボーン1でも坊主だったの。もう2もお前。これ3年ぶりの映画だこれ。3年ぶりの。だから3年ぶりの映画で1も坊主だったの。確か俺の記憶じゃない。それもう坊主だ。おそらく。もう坊主確定だ。え？確定だよ最後。もうやめるよ。え？もうやめるよ。やめる。やろ。確定。坊主確定です。ねえみんな聞いてやもう。俺口だけやったんよ。全然釣れへんわ。うちだけや俺。情けないよ。なんで釣れんのんやろ。ここにはバスはおらへんのんや。なんで釣れんのんやろな。おっきいの釣りたいわ。釣らしてくれや。みんな俺に釣り方教えてや。大きいの大きいののはめ方教えてや。これが入るか。好きだなお前たちと帰るか。帰るぞ。ありがとう。まあね、映画で坊主。まだまだ。